はい、こんにちは、ちちちゃです。今回は本日配信のイベントクエスト第一月光初見プレイに挑戦し、報酬でもらえるポーズ確認したいと思います。装備は竜気活性狩猟笛です。このクエストはゴルゴロス、リオレイヤ、ディアブロスの大連続狩猟クエストです。ディアブロスまだ登場はしてないんですが、ゴルゴロスかリオレイヤを討伐した後に出てくるんじゃないかなと思ってます。ではまずボルボロスから挑戦してきます。やっぱり強化個体だったりするんですかね。ジャンプ攻撃からの、おっと方向が速い。スライドビートできませんでした。ボルボロスの打属性肉質は前足が55、尻尾が47、胴体が45です。頭がね25と非常に硬いんですよ。ただ頭をね狙うとスタンは取れるんで、腕を中心に攻撃をしつつ、固定ダメージである音波に関しては頭にも積極的に入れていきたいなと思ってます。なかなか難しいんですけどね。よいしょ、三音攻撃の準備が整いました。はい、危ない、押し置き。はい、双竜待機状態。これせっかくなんでリオレイヤーまで持っていっちゃいましょうか。ではこの双竜中に、私事で大変恐縮なんですが、本日発売のポケットモンスターダイパーリメイク0時からプレイして、で編集して投稿してたんで、今ね完徹ですまだね眠くはないんですが、寝落ちの達人なので、狩猟中とか動画編集中に寝たらどうしようって震えてます。とりあえずね翼は生やしましたので、元気の前借りはいたしました。もうしばらくは大丈夫だと思います。双竜大技、よし。この動画の投稿がねなんか夜とかになってたら刺してください。よいしょ、ぐるぐる。このままリオレイヤー行きましょうか。リオレイヤーの打属性肉質、頭が75、首と翼が45です。頭をね狙い続ければいいので、狩猟笛を非常に気持ちよくしてくれるモンスターなんですよね。これが罠なので、よし、ナイスー、よいしょ。今作のリオレイヤーは狩猟してて本当に楽しいので、めちゃめちゃ好きです。よっと、力いっぱい双竜待機状態。やっぱりボルボロスまでせっかくなんで持ってきますか。リオレイヤーの双竜は結構足が速いんですよね。移動するときにスピードが他のモンスターに比べて結構速いです。何が一番とかちょっとわかんないんですけど感覚的にかなり速いと思ってます。いました、ボルボロス。サマーソルト、サマーソルトからのサマーソルト、よしよしよし、よいしょ、もう一回切る。ここで双竜王技、よーし、はい、ナイスー、よいしょ、はい、みんまもオッケー。三音攻撃からのぐるぐるー、ゴルゴルススタン。腕を狙いたい頭に座れる、オッケー。捕獲の時ってことはこれボルボロスかな。よいしょ、ボルボロス、オッケー。よいしょ、はい、サマーソルト。これ怒ってんのかな、怒ってる。もう一回サマーソルト。じゃあここに力いっぱい
よし、相手そういえば龍騎活性ずっと発動してないですよね。もったいない。野生のかけり虫、よいしょ。毒ガスガエルで発動させるのなしじゃないな。いくよ。はい、ダーン。あれ当たんないあ、もう弱りましたね。罠かけて捕獲と。ディアブロス出現しました。ジャンプ攻撃からのスライドビート、よいしょ。オッケー。この角度だったらここに入って、これで顔に入る。よいしょ。ディアブロスの打属性肉質はお腹が70で頭が60あります。ただね、頭を殴ろうとすると結構ね、肉質42である角に当たりがちなんで、頭に狙いを定めるっていうのが難しいんですよね。とはいえスタンをやっぱり取りたいので、頭中心に殴っていきます。このディアブロスちょっと攻撃力が高い気がする。よっ、毒ガスガエルを置いて、で自分もちょっと食らって、うい、よしよし、龍騎活性を発動させます。攻撃力高いですよね多分ね。よいしょ。はい、これは多分攻撃力だけか何なのか分かんないんですけど、通常ディアブロスの強化個体ではあると思います。まあ、ただね、強化主ディアブロス2頭のクエストをこなしたハンターさんにとっては本当に強化してるのみたいなぐらいの強化率かもしれません。よいしょ。はい、ただねこのクエスト3頭同時クエストなんで、よいしょ、狩猟数稼ぎにはもってこいなんですよね。なので私は結構このクエストは回ることになるんじゃないかなと思ってます。うん、やっぱりね攻撃力高い危ない、ほら、よいしょ。はい、きたー、オッケー。はい、お、疲れてる。三音攻撃からのぐるぐるー、お、かすった。はい、いいぞー。切れ味が気になるな。よいしょ、ナイス。オダパーは弱りました。体力はやっぱり大連続クエストなだけあってかなり抑えめだと思います。お疲れ様です。報酬は普通ですかね。ただ十分マカ錬金は賄えるような報酬になってます。ただまあ特別美味しいみたいなクエストではないですね。9分27秒、新しいポーズ、クナイポーズが追加されました。では早速確認しまーす。おお、おお、あ、これ、これなんかムービーかなんかで見た。おお、クナイポーズは3つみたい。あ、いいね、いいね。あ、いいじゃん。私これ好きだな。これもかっこいいですよね。全部映えそう。皆さんもぜひこのクナイポーズを入手していいお写真撮っていただければなと思います。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターライズの動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。
Thank you.